明日に迫りました。いやいや、迫りました。12月15日、火曜日8時から E プラスストリーミングプラスで生配信されます。いよいよということで、今日はですね、この個性豊かなメンバーにお届けしていただきますので、一人ずつ意気込み、見どころなどお話しいただければなと思います。では中野くんからどうぞ。はい、お名前の中野太一です。はい、このメンバーの中で一番年下ということで、年下らしくフレッシュに頑張りたいと思います。ご覧ください。藤田ひろきです。魅惑のコーラスということで、魅惑にお届けできるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。岡村さやかです。私は大好きな回転木馬の曲とか、皆さんと本当に一緒に帰るのが嬉しいです。お楽しみに。三つ森千秋です。私は普段出さないようなすごい高い音を出したり頑張っておりますので、お楽しみに。はい、吉川京子です。素晴らしいメンバーと皆さんをサバンナにお連れしたいと思います。田中修也です。なんだ、爽やかあり、恋愛あり、熱いのあり、土感あり、もう盛りだくさんなので、ね、お楽しみください。あ、鎌倉の鎌担当の濁点鎌です。目でも耳でもお腹もお腹いっぱいになって帰ってください。失礼します。はい、小川翔と申します。もうね、岡浩二郎が聞きたいというコーラス名、タイトル名なんですけれども、私が聴きたかったと思うような大好きだった曲たちを今回歌えてとってもとっても嬉しいですが、聴きたかったので歌うの大丈夫っていうドキドキもありますということで、その私たちの奮闘ぶりもぜひお楽しみいただければ嬉しいですということで、いよいよ明日、こちらの個性豊かなメンバーでお届けいたします。ぜひ、配信のチケットまだ売っておりますので、明日の8時から配信が開始しまして、18日金曜日の夜8時までアーカイブでご覧いただくことができます。ぜひご覧いただければ嬉しいです。皆様お待ちしております。